ルネド・フランスは、フェラー・ラ公、エルコレセ世、デステの日、イタリア語名では、レナータ・リフランチアと呼ばれた。フランス王ルイ12世イと、王妃、アンヌ・ドブルターニュの次女として、ブロワで生まれた。ルイ12世イの子供は他に、長女、クロードしかおらず、サリカ法によりルネたち姉妹のまたいとこにあたる冒険の、アングレーム・フク・フランソワが、王位継承者となった。フランソワは、クロードと結婚し、 ルイ12世が1515 15年に没するとフランソワ一世として不足意した。母姉はその前年に死去している。早くに母を失ったルネはスービーズ夫人の献身により育てられた。ルネには母を通じてブルターニュ公国の継承権があったが、後に継承権放棄の見返りとして義経フランソワからシャルトル公爵夫人とされた。子供時代の次女の一人にイングランド人、 アンブーリンがおり、ルネは、アンの優しさを、いつまでも忘れなかった。1528年4月、ルネは、フェラーラ公アルフォンソ一世の後継ぎエルコレと、結婚した。ルネには、フランソは一世から十分すぎるほどの持参金と、年金が送られた。新しいルネの宮廷は、科学と芸術が、暗黙のうちに認められた、学者ベルナルドタッソやフルビオペレフリーニラを要する。 進歩的な場所だった。1534年10月31日、夫が公爵位を継いだ。エルコレは、ローマ教皇パウルス3世への忠誠の誓いに力を尽くし、反フランスに倶楽部した。エルコレは、フランス勢力を除くことに一生懸命になり、節約のためとして宮廷に抱えていた詩人や学者を次々と解雇に追い込んだ。迫害されて、イタリアを追われたジャンカルバンが、 ルネの宮廷へ現れたのは1536年だった。ルネは国外のインテリーでプロテスタント同調者らと文通をしており、1550年頃、福音式で生産を娘ら信者らと共にした。宗教改革の波はフェラーラにも及び、1545年からフェラーラでも宗教裁判による特別法廷が導入された。数人の福音審判に死刑判決が下され、 俗人の手により処刑された。ついに、エルコレは、妻、ルネを異教徒だと告訴した。ルネは捕らえられ、プロテスタント信仰を撤回しても、全財産は没収されるとされ、圧力に屈したルネは1554年には、もう一度ミサを受けさせられた。1559年10月にエルコレが死に、ようやくルネは解放された。後を継いだ長男アルフォンソ2世は母を礼遇したので、 ルネは1560年にフランスの資料地モンタルジへ移り住んだ。当時、長女の夫ギーズ公フランソワがカトリック派の統領となっていた。彼の権力はフランソワ2世の死で急激に衰えたが、ルネはモンタルジでユグノを集めて、信仰の場所を作ることが可能になった。時には彼女の城は義理の息子に迫害された人々の避難所にもなった。1563年。 彼女の振る舞いはカルバンに称賛された。彼の死の床から急走された最後の手紙は、ルネに当てて書いたものだった。宗教戦争が激化するうち、モンタルジの城は安全な隠れ家ではなくなっていった。一方、たまたまパリに滞在していたルネは、サンバルテルミの虐殺に遭遇し、ユグノーラを何人か救い出した。この時、虐殺の先頭に立っていたのは、孫のギーズ公アンリだった。 カトリーヌ・ド・メディシスは彼女に手出しができなかった。1574年、ルネはユグノーとして亡くなった。ありがとうございます。